私の攻撃をびくともしてない。どうした？私はあなたと同じ、風の衣を、まとっただけだよ。こんなに違うのか？まだまだ始まったばかりだ、楽しみな。私のやったことをそのままやり返している。よく避けたね。どこに行くんだい？もうこの風の衣を、はやめよう、あの子には荷が重い。さて、これで少しは私の相手になるだろう。さあ、あんたの短所を一つずつ洗い出してあげる。面白い、ただの少女かと思ったら、獣の類だったか。そんなわけないでしょ、ちゃんと人間だよ。そうかい、でも今のあんたは獣臭い、あんたについてる神の力か。そうだね、だから実力もさっきとは比べ物にならないよ。そうかい。かわすだけかい。まさか、四季府秋式大広報。なるほど、火力はかなり上がってるね。ギン。さあ、私のとっておきを食らえ。四季府秋式王に、大絶戦。どうだ、この威力ならさすがにただでは済まないでしょ。まずい、二つ目の節子が出てきた。まだこれくらいなら問題ないけど、これ以上この姿で居続けるのは危険だね。今のはもろに入ったね。さすがロカちゃん、序盤はずっと押されてたけどこれで押し返したね。逆だよ。逆？雷とか、風とか、かなこが得意とする属性ばっかりじゃん。それじゃあ、かなこに何一つダメージなんて通ってないよ。そもそもロカちゃんにかなこは最悪の相性だよ。まあ、メリアさんはそれを見据えてくんだと思うけど。そんな、かなこと対等に戦うなら、物理で勝つか、かなこが扱わない能力で戦うこと。それが最低限かな。どんなに変身して力を増やしても意味がない。どんな効果力の技でも相手が得意とする属性攻撃で言っても効果は半減、もしくは無効。ロカちゃんはかなこさんが風使いと分かった時点で風、雷をやめるべきでした。これは時間がかかりそうですね。オオカちゃんは先に行かせましょうか。オオカちゃん、どうしたのメリアちゃん。悪いけど、オオカちゃんはセッカちゃんとカナメさんのところへ向かってください。私の戦闘は、今のロカちゃんは想定した戦力には到底届いてません。だからこのままギリギリまでロカちゃんを戦わせます。そうか、でも私は大丈夫なの。いいえ、ですが、このまま戦力外のロカちゃんを向かわせるわけにはいきません。わかった、それじゃあ先に行くね。ごめんね。いいよ、その代わりロカちゃんをちゃんと鍛えてね。はい、任せてください。さて、私も介入するか。結構先に進んだな。メリアという子の言い分だとそろそろか。だとすれば、本当にズバ抜けた観察眼と状況把握能力だ。言った通りだったな。言ったはずだぜ、もう一度俺の前に現れたら殺すって。随分勝手な言い分だな、勝手にお前が俺の前に現れたんだろう。勝手、知らんな、それにお前がここにいるってことは偶然じゃないんだろう。さすがだ。カナメさん、ちょっと。どうしたんだ？あなたは戦闘に参加せずにそのまま一人で展開に向かいなさい。なんだって、でもいいのか、俺だけ攻略していて。今、もう一人この山経由で展開に向かっている気配を感じます。一人で展開に向かっている？あ。そう、おそらくあなたが言った毒虫でしょう。あなたはここでではなく、毒虫相手に戦ってもらいます。万が一、俺がそこで死んだらどうする？可能性は高いですね。おい。ですがあなたが望んだことのはずです。ああ、そうだ、だが、まだ早すぎる。カナメくん、あなたはもう少しその能力を実戦で慣れておくべきです。その黒い羽も。ね。知ってるのか？ですが説明は毒虫を退けた後にします。安心してください、ちゃんと戦闘時間にタイムリミットを設けていますので。いいだろう、だけど終わったら話してもらうぞ。約束します。黒い羽、打点の力。あなたはこれを使いこなさなければ、戦力になりません。短時間で強くなるにはリスクはつきもの。ご分を。あいつは俺に、魔法の力、あと、黒い羽、になれろと言った。おそらく、理由は能力者として経験がこのメンバーの中で一番少ないからだ。なんだ、今回ばかりは少し本気で行かせてもらうぜ。避けてもどうにもならないぜ。飛ばしたものが大きいだけだろう、破壊力が増えても当たらなければ意味は。さあ、前。
嘘だろ。いやこいつのデメリットは俺の手元から離れるから、本来の威力の半分くらいしか出せないことくらいか。でもこうすれば本来の破壊力が出せるってわけだ。さあ、もう少し抗えよ。じゃないと生かした意味がないからな。なんだか、450万、今なら。十字架の剣？何の力かわからない。だが、目の前のお前を切るには申し分ない。何も起きて。エラータイムレコード。解除。なんだこれ、片目が、見え。うわぁ。てめぇ、どうじぃ。黙れろ。くそ、もう片方の目に持ちが、ここは一旦引っか。くそ。逃がすか。くそ。さっきの力。普段の俺の力とは別のものだった。あれが、黒い羽、と何か関わりがあるっていうのか。かなめくん、なんかすごい力の波動を感じたけど大丈夫。これが俺の可能性ってわけか。メリアさん。ここまでとはね、私自身ここまで計算違いをしているとは思わなかった。そんなことが、かなこが、負けるなんて。かなこ様、大丈夫ですか？ロカちゃんにあそこまでの力があるなんて。とりあえず神社に戻ります。申し訳ありませんが、諏訪子様、メリア様も手伝ってもらえると。ロカさんは霊力がかなり枯渇して極度の疲労状態でかなり衰退しています。かなこ様は傷がかなり深いので、早く処置をしないと。わかった。まさか、あそこまで。あの戦いはあまりにも雑で、あまりにも犠牲がない。そう、それはまさに野生そのもの。まったく、聞き手はすごい可能性に満ちた子が多い。特にせっかちゃん、あの子はここで大きく変わるでしょうね。もしかすると、ご主人の挙げた証が反応するかもしれませんね。さて、かなこさんがあれほどのダメージを受けた以上、私との戦いは危険ですね。ロカちゃんが目を覚ましたら出発しましょう。月下ちゃんも何も連絡はないし、上の方で戦闘の気配を感じましたし、もう、腫瘍はこれくらいでいいでしょう。これ以上やると、限界に着いた頃には疲労で腫瘍が無駄に終わってしまうからね。さあ、一気に攻めますよ。展開。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。